英語ね、とりあえず今みんなが受けてる日本の英語教育はあれはクソだから全く役に立たないと思ったわけ。日本の学校の英語が95点取れててもそれは全く世界では何の役にも立たないと思った方がいい。まずトフルを受ける。アメリカの大学がですね約、900校ぐらい多分あるんじゃないかな。で、D1、D2、D3、NAIA 4つのグループに分かれてね、カテゴリーされてて、今回お話しするのは、ただ D1 って言われてるのは単純に大規模な大学で、中規模、小規模、これはそのテニスの実力とか全く関係なく、アメリカ大学協会が定めたルールブックというか規定があって、それを満たした大学、例えばクラスルームは最低3000クラス以上なければいけない、コンピューターは最低4000台、図書館の蔵書は最低50万冊以上、それを満たしている大学が D1 っていう。 D2 っていうのは中規模ぐらいで、学生の生徒数でいうとここは7000から4万人ぐらいで、ここは3000ぐらいから7000ぐらいが、で D3 っていうのは2000人から3000人ぐらいの大学。じゃあ D3 がダメな大学、そんなことないですよ。東大入るの難しい。世界で中国人が比較的多いんですけど、自分の子供に高いエデュケーションを求めてる親は逆に D3 の大学に行きます。 D3 っていうのは小規模で、その代わり学力をすごく重視するような学校なんですね。そのさっき言った日本人の男の子は今ニューヨーク大学、東大入る多分僕難しいと思います。で、ニューヨーク大学のビジネススクールでスタンっていうのがあるんだけど、そこのクラスに選ばれれば1年目から年収が2000万保証されてるって言われてるぐらい非常に難しいクラスで、そういう学校もあります。皆さんの今回のスカラーシップの対象のメインになるのがアカデミックスカラーシップではなくて、アスリートスカラーシップ、スポーツのスカラーシップ、それを持っているのが D1、D2、D3 がなくて NAIA のこの3つだけなんです。だから900校あるんだけど、今回お話しするのは多分500校ぐらい分ぐらい。テニスでトップ10のチーム、トップ50のチーム、トップ100位のチーム、200位のチームありますし、で、これはでプラスアルファテニスプラス学校の教育の高さ、例えば男子だとバージニアが今1位、バージニアも比較的テニスも強いしいいですよね。男子であの UCLA は今5位ぐらいでやっぱり高いし、50位ぐらいのチームも入ったスタンフォードとかも入ってるし、日本はテニスしてると勉強しなくていいような風潮がある。それは絶対にダメ。世界は違う。アメリカの大学で強いチームではトップ50のチームって学校いい大学ばっかり。逆に今話したデューク、スタンフォード、アイビーリーグ、ブラウン、ライス、ダートマース、プリンストン、ノースウェスタン、テキサス A&M なんかもすごい学力高い。ワシントン大学もいい大学、ミシガンも素晴らしい大学だし、アンドビルトとかも素晴らしい大学。そういうのみんなここに集まってるんですよ、なぜか。文武両道なんです。皆さんが強いチームでプレーをしたい。ということはですよ、やっぱり勉強もきちっとできる。そういう両方をやってほしいですね。日本人で UCLA に入りまして、もちろんフルスカラーシップ、お小遣い付き、チームのナンバーワンで1年目からプレーしてます。で、もう一人、スタンフォード行ったんですね。で、彼女は体が小さくて、強いんですけど、ナンバー6でプレーして、ほぼ負けなし。その辺のチームはやっぱりトップ10のチーム。勉強もちゃんとして、テニスももちろん強くて、カリフォルニア常にトップ3行って、スタンフォード行ったり、UCLA 行ったり、皆さんの自分のお子さん、もし自分が行きたいんだったら、やっぱり勉強させてください。実際に、スカラーシップの種類なんですけど、メインになるのが、アスレティックスカラーシップって言われてます。そしてもう一つがアカデミック。今、標定平均いくつ ?4.5。4.5 だと、4.5 の 80% 計算だから、3.6。お、いいね。アメリカは4段階なんで、日本は5段階ですから、彼女は 3.6 だったっけ ?3.6 だから、3.2 から3.4以上あると、これアカデミックスカラーシップの対象にもなります。もし彼女がアカデミックで GPA、標定平均が 3.8 以上あると、アカデミックでのフルスカラーシップが取れる可能性もある。例えばこんな例がありました。最初に、カリフォルニアの大学ロサンゼルス校入ったんだけど、彼女は最初、2年間コミュニティカレッジ行って、そこで標定平均が 4.0 だったんですね。でもそれはそのまま別に特に最初のうちは意味をなさなかったんだけど、
まずはテニスでアスレチックスカラーシップで 100% 取って、で最終的に全部の書類を提出した時点で2年目も 4.0 だったんで、アカデミックスカラーシップがもう 100% 出たんですよ。で彼女はアカデミックスカラーシップの 100% を使って大学に入って、そしてこの 100% をもう一人別枠に挙げられた。チームとしては非常にこういう頭のいい子が来ることによってアスレチックスカラーシップを別に使えるから、だから監督たちはできるだけ頭のいい子を取りたい、こういう思惑もあるんですね。評定平均が低いとちょっとスカラーシップの問題も出てくるんですね。これ大学にもよるんだけど、インターナショナルという理由でスカラーシップが出たりとか、ファイナンシャルエイドっつってあんまりお金が出せないっていう条件でこっちがある程度提示すると使ってもうちょっとスカラーシップ出してあげるよとか、これ結局組み合わせていくの。例えば彼女は全国で32、そうすると彼女の場合はですよ、ね、でなんでこれがすごく大切かっていうと、彼女の場合は全国32なんで、アカデミックこれ関係なくもうこれだけでフルスカラーシップ確定でプラスお小遣い。君は全国だとベスト8、まあもうこれで確定 100% お小遣い付き。関西で32は出るな。彼女の場合で関西で32ぐらいだった場合、おそらく 100% の確率でスカラーシップが出る。ただ、お小遣いが出るかどうかがちょっと微妙に出るかもしれない。出ないかもしれない。そこそれで22。関西だと出れない。出ない。OK、ちょうどいい。なぜかっていうとですね、アスレチックのスカラーシップがこれ 100% 出なかった場合、出なかった場合、これ組み合わせていくんです。アスレチックスカラーシップは、例えばじゃあ 50% しか女の子でも出ないとする。評定平均が高ければアカデミックスカラーシップがここで 30% 出しますよ、インターナショナルスカラーシップで 20% 出しますよって、そしてトータルで 100% にするってやり方がある。こういう実は皆さんが知らない裏技があって、テニスが強くないとダメなんですね。いや、テニスが強い方が簡単なんだけど、そうじゃないやり方がある。この子なんかは今スカラーシップが 99% 出てるんですね。で、この子はテニスの方そんな強くない。アスレチックスカラーシップは多分 50% ぐらいしか出してもらえない。アカデミックでのトフルが出てくるんですよ。評定平均が高くて 3.8 あった。そこの大学はニューヨークの大学で年間の授業料が500万、ちょっとアスレチックで250万出ると、アカデミックで評定平均が 3.8 あるから、ここでまずGPA で100万出しまして、ね、学校側が。でもまだ350万って足りない。そこで出てきたのがトッフルなんですよ。トッフルの大学側が要求するスコアがありまして、そのスコアが120点満点。最低で61点で、まあ、78点ぐらいになる。78点ってのは素晴らしいスコアですね。1年目大学入るのにあたって。61点ってのはもうギリギリ。ここで彼女がもし、65点以上取った場合50万出しますよ。70点以上出したら100万出しますよ。 SAT、 もう一つがあるのが SAT なんです。 SAT のスコアが何点以上で、トータルで500万。だからアカデミックが大切なんです。特に男子が大切なんです。なぜかって言ったらアスレチックスクラシップが女子より少ないじゃないですか。じゃあ彼、全国16でね、スカラーシップ出る。アスレチックスカラーシップ出るけど、ほら、さっき男子覚えてますか？男子だと半分なんですよ。だから、これをどうやって組み合わせていくかっていうと、こういうふうにしていくしかない。GPA はちなみに、評定平均。3？ これはまずい。日本の3だから、いい、おいしいネタありましたけど。3ってことは、なんと 2.4 です。2.4 だと GPA のアカデミックのスカラーシップがちょっと取り手にくい。そうなると君が頑張んなきゃいけないのはトッフルとセーティー。今ここ1年2年、中3、あ、まだ中、おー、よかったよかった、危ない危ない。でも中学3年生カウントされるからね。アメリカのちなみに高校って4年間なんです。だから日本でいう中3、高1、高2、高3の4年間。今のこれ1年分カウントされてるから、今年は 3.0 で来年 5.0 出しても今平均 4.0 になっちゃうからな。平均で来るから、一回だけ頑張ってもダメなんだよ。これから勉強本腰入れて、今日来てよかったもん、間に合ってよく間に合うことだったら危ないで、そうすると彼の場合は GPA ではちょっと出ない。これね、出ないだけだったらいいんですよ。大学によっては例えばテニスを見た時にビデオを見て、わ、欲しい欲しいって
でこのスカラシップの会話をする前にまずは来てほしいってまず100個ぐらいデータを送るともしくは彼の実力だったら20個ぐらいは絶対に返信があるんですよ。だけど成績表送ってって言われた途端に 2.4 しかないと3校ぐらいに減っちゃったりするんですよ。だから勉強大切なんだ。本当に TOEFL の点数が高かったらこの20校のあれが減らないんです。 SAT のスコア、TOEFL のスコア、GPA のスコアが高かったら20校中まだ15校ぐらいがぜひ来てほしいっていう話になる。でもこの点数が低いとうちの大学は入れないなる。監督の意向では決められませんから、監督は必ずアドミッションオフィスって言って、まあ、日本で教務課、必ず話を持って、こういう選手がいる、こういう選手を取りたい、でその選手の処理を提出する。それで教務課がそれを見て、GPA が 2.4 かって、で、TOEFL が61点か、ちょっとこの子はうちの大学ではなってなっちゃう。だから皆さん頑張ってください。普段の日常の日々の勉強の積み重ね。だってテニスだって毎日やってない？テニス毎日やるでしょ？勉強だって毎日やらないとダメなんだよ。勉強なんかし、なんかテストの1週間前だけしかやってないんじゃないの、お前。大丈夫？本当に。テニスだって、試合の1週間前だけまだテニスしてみろ、お前ら。どうなんじゃ、お前ら。試合中空振りだよ、お前、そんなんじゃ。しょ？そんなもんなんだって。だから別に頭が悪いわけじゃないわけよ、みんな。だからやっぱりちゃんと日々の積み重ねをやっぱ怠ってしまうとダメだよってこと。まあちょっと特殊な形を使ってスカラーシップをうまく組み合わせて、ただし例えば GPA が低い、 TOEFL が低い、 SAT が低かった場合、要するに希望額に達しない時があります。男子だったらやっぱり欲しいと言われても250万しか出ない。でこれが低い、じゃここはもう50万しか出ない、ここも50万しか出ない、SAT では30万しか出ない、じゃあ370万しか出ない。そうすると130万は親の負担になります。ただし同じ130万は日本の大学とアメリカ大学払うんだったらうちの方が得じゃないかなと。これが300万になっちゃうとちょっとね、正直厳しいですよね。親の負担額が300万、だから日本で例えば授業料、日本の大学授業料100万だとしてもですよ、生活費とかテニスのもろもろとかって入れると下宿なんかされた分の時には月に10万仕送りしても足りないですよね。でアメリカの大学のいいとこは本当全部出してくれるし、日本の大学行って絶対100万しか負担しなくていいっていう、もう分かってんだったら将来どうするかですね。就職してから自分の子供がどうなるかとか、場合によってインターナショナルスカラーシップを持っている大学を探す。例えばこの20校のうち全部がインターナショナルスカラーシップを持っているわけではない、ね、今のその数字でプラスここはあと3000ドル出す、ここはあと5000ドル出す、そういうのを探して組み合わせて、うん、そしてこれを落として、最終的にっていう風に工夫をしています。何歳？13歳。で今何位ぐらいなの？大阪で18。そうすると関西の試合は出れない。そしたら彼女の場合もこうやって組み合わせる。でも彼女の実力だったら多分何らかで探せるはずです。ちゃんと勉強してたんです。これ、うん。これがきちっとしてたら本当スカラシップ女子は 100% に近い状態。悪くても 70% ぐらい。今何歳？14歳。で、今何位ぐらい？やばいの？まずテニスがやばいの？100位ぐらい。そしたらまずはテニスの実力を上げないとダメ。あまりにもテニスの実力が低いと勉強をちゃんとして 100% アカデミックのスカラシップで大学入ってるから。だから必ず絶対にどっちかなきゃダメ。テニスね、頑張って、今までせっかく頑張ってたけど、それで得られた未来の報酬が、まあ、あまりそれほどよろしくない可能性が高いから、実は今まで君たちが頑張ったテニス、お大学頑張ってお金払ってたそのあれをこんな形で無料に変えたり、お小遣いが出る形までしたり、そして未来の君たちの年収を変える、そのやり方がアメリカの大学にはあるよってことです。でこの下の子がテニスは正直たくそで、でもフルスカラーシップに近いし、今大学4年生なんだけど、この間すごい会社に就職決まりました。もう絶対に3年以内で年収進めてます。この2人はね、正直強くないんです。ここは神奈川で20位ぐらい、ベスト16って書いてあるけど、これ嘘じゃないかと思ってるぐらい下手くそ。もう本当に下手くそで、もう僕にいつもなじられてて、でも、まあ、スカラーシップ 70% 出たのかな、この子は。
で下の子は県のランキングで言ったら本当50位でもある大学から、まあ、フルスカラーじゃなかったけど、うん、あと残り3000ドルか4000ドル出したらいいよっていうぐらいのところまで。でも彼女にチョイスがいくつかあって、1個だけの話じゃなくて、で最初手紙出しました、20個ぐらい返信来ました。でそこからお話をどんどん進めていくんですね。そうすると向こうもちょっとうち無理かなっていう、ね、やっぱ減っていくし、でもこっちももうこの大学はちょっといいかなって、で減っていくの、まあ、最後5校から3校ぐらいに絞っていく。それでこの3校ぐらいからいくらスカラーシップ出してもらえるんですか、オフィシャルビジットあるんですか、バラバラバラって話して、あるところからは4万7000ドル470万スカラーシップ出ますよと、あと30万出したらいいですよっていう大学が1校、もう1校があと120万出したらいいですよっていう大学と、スカラーシップの量をこうやってどん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 やってた時に、このチョイスが最後、監督との相性とかチームの雰囲気とか学校の雰囲気とか、そのね、まあ、そういうのいろいろビジット行って気に入った大学で、彼女は逆にこの中で一番高い払わなきゃいけないところを選んだんですけど、まあ、親も思うんですよ、まあ、それはいいよという感じでこの子は行ったんです。だからこういうのもチョイス、大学のシステムとかスカラシップの内容とかスカラシップのこう割り振りの仕方とか、ね、でも比較的今日ここで、ね、来られてる子の特に女の子は 100% ね保証されてる子が多かったかな。で男の子はテニスはいいけどちょっと勉強の方でもうちょっと力を入れた方がいいかなと思うんですね。なんか質問があれば、はい、どうぞ。あのフルスカラシップ以外留学した場合、トレーナーのお金だったりとか、うん、家庭教師のとか、はい、いろいろありましたよね、はい、どれぐらい出るんですか。いや基本全部出ますよ。なんでそんなに金があるかって話になるわけですよ。これねぶったまげますよ、スポーツがお金がある、もうそれはね UCLA にやっていいですよ、フットボールのチーム強いわけですよ。そうするとテレビの放映権とかチケット販売で年間50億100億の売り上げがあるわけです。彼らはそのお金がアスリートに分散される、それがみんなのお小遣いになる。それ以外のスカラーシップの費用とかそういう道具代とかどこから来るか、寄付金。 UCLA だと2000億から3000億ぐらい年間寄付金集まってるんです、これ本当シャレにならない。そういうなんかね文化が根付いてるし、1ファミリーで100億ぐらい出してくれるとかありますよって言うんですよ。その辺ちょっとこれは裏話なんだけど、僕の知り合いの先生が UCLA 卒で、UCLA から電話かかってくるんだって、毎年寄付金、ね、でもそれがね、反強制的らしいんですよ。もうなんか脅迫じみてる。あなたは UCLA を出たことによって今の職業を得て、そして今のポジションにいて今の収入を得てるんだから、あなたがなんで寄付金を出さないんですかっていうぐらいの、もうガンガン来るらしい、うん、そうやってお金を UCLA のドネーションチームが集めるわけです。金額は多分軽くいって UCLA のやゆでネバーストップコンストラクションっていうのは、要するに常に工事中。アメリカの大学のいい大学っていうのは常に工事中なんです。もし今度 UCLA 行ったり常にこう、要するに集まったお金をさらに投資にして新しいビルを建てて新しい施設を建てて、そしてより優秀な教授を集め、そして優秀な、学生を集め、で彼らが卒業して育っていくと、で優秀なやつらがまたお金を稼いでくれて、そのお金がまたドネーションで戻ってくるっていう、この好循環。もう UCLA だけじゃないですよ、もちろん。だからこういう形で彼らはすごいようなドネーションを集めて、それを施設に回して、だからアメリカの大学も UCLA だけじゃないけど、比較的常に向上してる、すごい。だからそういう素晴らしい環境がアメリカの大学にはありますんで、まあそういうところで皆さんが勉強して、そして世界に羽ばたいていく。どの道この国沈没するから大丈夫。タイタニックだろ。君たちはさ、このあとさ50年60年生きていかなきゃいけないわけでしょ。この国で生きていくのも自由だけど、君たちが日本以外の国で生きていく能力がないと、じゃあ日本と一緒に沈没していくの。やっぱり英語が喋れないと多分この国から出ていけない。例えばですよ、今高校1年生ね、高1、高2、高3と。アメリカの大学は9月入学。今は、高校1年生の10月です。アメリカのトップ10のチームは高校2年生、もうここで選手を決定しちゃいます。
高校2年生になったこの3月、4月、5月、6月、7月、この時にはここでリストアップされてなければここでの決定にはチームには入らない。で、トップ、まあ、50位ぐらいが選手を決めるのが高校3年の9月、10月、ここで決定します。ここで決定するってことは高校3年生になった時点でもうほぼリストアップされてないとダメだから、高校2年生までの成績なんですよ。高校3年生の成績いらない。日本だとなんか高3の夏休みのなんか全国見ながらって見ねえんだけど、そんなのはどうでもよくて、高校2年生までの成績で、でそこで大学にアプローチをかけ、そしてここに9月10月には入っていく。でもできたらもう高校2年生の、だから今高1で10月だけど、来年の、もう4月5月6月ぐらいには大学に手紙を送ってビデオを作って送ってきて準備をしていったら、まあトップ10のチーム、実力的にもしチームが欲しいって話になったら引っかかるかもしれない。でもダメでも、ね、高校3年生になったこの9月10月だから、今ちょうどこれ今10月ですよね。だから今最終段階に入ってます。このトップ10を除いたその下の20、30、40、50も100位ぐらいのチームなんだけど、この辺のチームはこの9月、10月でもう選手を最終選択。やっぱりリストアップしてるときは20人ぐらいいるわけですよ。それが10人になり、5人、3人、大学の監督たちも評定平均見たり、この9月10月の時に3人に選ばれるとオフィシャルビジットっていうチケットがもらえます。オフィシャルビジットっていうのは大学側がぜひうちの大学に来てください、見に来てください、費用は全部私たちが払いますっていうシステム。飛行機代、宿泊代、食事代、ぜひ見に来てください。なんかこの辺に選ばれるとこの9月、ね、10月ぐらいで高校3年生の子供たちはこうやってオフィシャルビジット。だから今高校1年生だからまだ時間が実はそんな残ってないんです、中学3年生の男の子、まだ俺は中3だからそんなに実は時間が残ってない。この間までに彼の場合はテニスももちろん、まあ、もちろんさらに上げられたら理想だけど、成績をちゃんともっと向上させていかなきゃいけないから。で逆のねちょっと悪い例をじゃあ一つ言うと、3月来たんですね。でその時に高校3年生の子がほらもうリストアップの時期だから、ね、もう取っては無理だけど、でもリストアップって急いでください、急いでくださいって言ったんだけど、結局なんかバタ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 して、で、なんでかというと、いや夏までは試合が、夏まではテニスが、塾は早くトッフルの勉強を始めてください、明日から始めてください、いやでも夏が終わるまでは、夏の試合が終わったら全部塾に行かせます。で結局、まあ、おそらく彼女も決まるんだろうけど、30校ぐらいからオファーがあったにもかかわらず、9月この時点で点数があまりにも低すぎて、多分この辺ぐらいのやつから選んでいかなきゃいけない。この3校はいや待つよ、もうちょっと待ってあげるよ、でも残りの20なのかちょっとさすがにこの点数でこの時期でこの点数じゃ多分来年の9月の入学に間に合わねえだろう。大学もやっぱリスク取りたくないですね。だって待って点数取れなかったらってことなんだからね、ある程度高校3年生になった時にやってたよね、トップルは61点欲しいっていう。まずは61点絶対欲しい。ってことはでしょ、高校3年生に上がったらトップル最低でも50点欲しいんですよ。ってことはですよ、高校2年生の時に、まあ、40点ぐらい取れてた方がいいんですよ。じゃあ、彼女が今勉強して来年の3月でトップル40点取れるのか、これそんな簡単じゃないです。だから僕は早めにまず受けてみてください。まず勉強を始めて2ヶ月でも3ヶ月でもしたら、まず1回テスト受けてみる。さっきの子はだからそれしなかったの。まず受けてくれって、もう高校3年でも4月だから、もうとにかく勉強しなきゃいけないし、明日から勉強始めてほしいけど、それも平時もう同時並行で時間が残ってないから、もうトッフル受けてって言ったのに、結局トッフル最初に受けたのが8月の後半だったかな。だからそうなるとどん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 後手に回ってきます。こうやって点数を上げるのに逆算して、トップの勉強を、ね、始めてほしいですね。でまずは中学3年までの勉強を全部終わらせてください。中学3年間の勉強は2ヶ月、3ヶ月あれば終わらせられると。中2でやろうと、もう中学3年生のまず基礎をちゃんとマスターして、そしてちょっとトップに挑んでほしい。そして今自分の実力を理解してほしい。
トフルのテストやっぱり4時間ぐらいの長いテストなんで、英語だけで音聞いてずっと英語だけで考えて英語で考えて英語と聞いて4時間で集中が切れちゃう。だからそこからもう何言ってるか耳に入ってこない。だから最初のテストってそんなもんです。で4時間の中でも各セクションリーディングセクションで各セクション1セクション2ってたくさん分かれてますから、それを15分15分15分で解いていく。そういうスピード、そうすると15分でここ解かなきゃいけないから、文章問題をまず5分で読まなきゃいけない。その約7行から10行ある文章を5分で読むっていう、この作業がみんなできないこと。小論文がある260文字以上だから320文字以上書かないと点数が減点される。時間は30分しかない。最初の5分でまず何をするか、起承転結を考える。15分で書かなきゃダメ。なんでかというと最後の10分で見直し、これができない。何回もやってるうちに、だから4時間集中が切れなくなる。5分で読めるようになる。なんかそういうことってね、あると思うんですよ。だから、高校2年生の後半になってから、そろそろ始めようかな、じゃなくて、ちょっと始めて、今のうちにやっとくと僕はいいと思うんですね。危機感を持って、常に危機感を持って、やってください。君の人生ですからね。じゃあ、これで僕の講義は終わりとさせていただきます。長い間ありがとうございました。